なおちゃんですすごご視聴ありがとうざいま今日はオンラインの教育相談というか個別セッションを5件させていただいて今さっき教え子の「明日高校1年生で入学式です」っていうね教え子とそのお父さんとお話をさせていただいて。 そして今、車の中ということで、今日も11時1日でした。えー、明日ね、えっ、ー、と4月1日になります。えー、明日から新年度でね、スタートするぞって、えー、どんな気持ちでね、いますかね、スタートするぞって気持ちの人もいるかもしれないし、ちょっとね、重い苦しい気持ちでいる人もいるかもしれないですよね。うん、えー。いろんな声を聞きます。ね、教員採用試験が合格して、明日からいよいよ、あのー、 新規採用でスタートえっ、ー、とまあ、教えごとねさっき話をさせてもらったんだけどまあ第2希望でしたってね報告なんですけど第1希望で受かりましたって報告もいただいたりね第2希望でしたって方も子もねいて聞くんですけど。 実はね、私もね、<laughs> えー、第一希望の学校に行くことができず、第二希望の学校に行った経験があるんですね。で、今でも覚えてますよ。えー、4月ね、えー、スタートするじゃないですか、入学式で。で、その後ね、えー、思ってるんですよ、引きずってる私は。 こんなところに行くべきじゃな人間じゃなかったんだとか言ってね。<laughs> いつまでもね。引きずってるんですよーねー。でね、えっ、ー、と私そうなんか前に進めなくてね。えっ、ー、と前の恩師に会いに行ったりするじゃないですか。で、で僕もね。<laughs> そんな風にどっか引きずってるからポロって言うんですよ。まあ第二希望でしたからみたいなね。<laughs> そしたらね、そのある恩師はね。私にこう言ってくれたんですね。うん、いつまでそんなこと言ってるんだって。 目を覚ませってあのなって学校はどこに行くかではなくて行った先で何をするかが大事なんだよってもう一回言いますよ <laughs> どこに行ったかじゃなくて行った先で何をするかが大事なんだよってねえ、うん、それが大事だと思うよってそろそろ気持ちを切り替えなさいってことをね叱られたんですけどねうん今でも覚えてますうん ね、だから4月1日是非ね第1希望の子も第2希望こ子どちらの子も希望をして受験して合格していくわけじゃないですか。っ、ねえー、とその子も言ってましたけど、うん、どうか希望を胸に、ね、希望を描きながら、えー、スタートしてもらいたいなってことを思ってますし、えー、明日4月1日ねきっとみんな晴れ姿でねえっ、ー、と。 緊張しながらもスタートしてるんだなって私心から祈ってます、えー、学校の先生もそうですよ学校の先生になることはゴールじゃないですよここはスタートだと思います学校の先生になることが目標ではなくて学校先生になった先に何をするかが大事ですどんな先生になるかが大事です何のために学校の先生になったかっていうところがとてもこうね、えー、なってからが問われると思いますので <laughs> やめた私が言うのもなんですけどねえー、本当に心から、えー 応援しております今日は3月31日10日なんつかな希望を描きながら今日は早めに寝てそして明日すっきりした気持ちで希望を描きながらスタートしていただけたらと思います私も明日本格的に個人事業主としてマキロ直樹教育研究所スタートさせていただきますね、に共に頑張っていきましょう えー、ありがとうございます。バイバーイ